皆さんがね、あまりにもクソマルを送っていたのでね、クソマル箱を、はい、作ってきました。いい加減にせえ、お前ら！カーネル X を見てた人ならわかると思うんですけど、今日のお昼ぐらいに4時間、5時間ぐらいかけて、お前らが送ってきたクソマルを全部読みました。ひどかったです。そのクソマルたちを一緒に見に行こうという回となっております。くちゃら聞かせてくれ。こういうご意見がありましたと。わかりました。くちゃらやりますか。うめえうめえ、はーい。ちゅうことで、今日はね、マシュマロたちを食べていこうから、って思います。今、消化しました。ちゃんとね、まともなマシュマロも拾ってきたからね。まあ、そこら辺にコロ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 転がってた、まともなマシュマロも拾ってきたので。ででん、でん、ででん、で、で、はい、クソマロですね。ひゅーゆ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 ー。ホロプロに加入して意外だったこと一個あるんですよね。思ってたことより、自由でした。もうちょっと、カズさん、ここは、こうこうこうして、こうしないとダメですよって、しっかり言われるのかなーって思ったんですけど、意外と自由にできました。歌ってみたの動画とかも、この人にお願いしたいです、こういう内容でこの人にお願いしたいですって言ったら、まあ、その通りに、進められるようにサポートしてもらえるし、意外と自由だったっていうのが意外だったことですかね。眠い時、どんなことする？寝るー！しゅー！日本語の独学で一番難しかったことは何？ニュアンスが一番難しいです。意味は伝わらなきゃいいんだけど、自分が言っといたことのニュアンスが間違っている時が一番辛い。青さんと喋っていて、ミスったなーって思った出来事が一個あって、青さんこういうのしっかり決まっていていいですねみたいなことを言ったんですけど、本当はこういうのはっきり決まっていていいですねって言いたかったんですよ。でもしっかり決まっていていいですねって言うと、ちょっと上から目線っぽくなっちゃうじゃないですか。ニュアンス的なことが難しいなーって思いながら生きてます。いい質問でした。おめおめおめ、カーネさんって元ヤンですか？うむうむ、え、元ヤンって何ですか？ヤンキーじゃないんですか？ヤンキーじゃないです。騒がないでください皆さん。 Did I send it successfully? Yes! はい、クソマルでした。遅れてるよー。深夜の子で自己紹介してください。なんてこったー。みんなもカーネが自己紹介してる時だけには深夜の子で喋ってください。いいですか皆さん。じゃあ行きますよー。チンヤナゴー、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 チンヤナゴー。はい、クソマロですね。シュー、お前らちゃんとチンヤナゴーのコメントしろよ。誰もしてないじゃん。ふざけんなよ、裏切りやがって、恥ずかしいじゃんか。そう、使ってるシャンプーを教えてください。飲むので！はーい！シューン！ゾクゾクとクソマロくんたちが出てきやがってますね。ピーマンはバナナですか？違います！シューン！あんたの靴が好きです！ありがとうございます！シューン！はい。続々と出てきやがりますね。ちょっと油断していたら出てきやがります。幼い頃の将来の夢は何でしたか？ピアニスト、小学校の教師だったかな？カーネル、外国語がいっぱい喋れるから、小学校の担任からですね、外国語がすごい喋れるから、外交官になれそうだねって言われたんですけど、結局 VTuber になっちゃいました。ごめんね先生。ふむ、もぐもぐ、うめうめ。
私は小さい頃の一人称が〇〇名前だったのですが、母に恥ずかしいから変えなさいと言われ、おいらや私、僕、俺、うん、読めない、おら、私、おいど、うち、多いな、などと迷走していました。最終的には私で落ち着いて、今も一人称は私です。かねちゃんは一人称で迷走したことはありませんか？あったらどんな感じで迷走していたのか聞きたいです。ちなみに、かねの初めての一人称は俺でした。知らなかったんです。俺が男の一人称だってことを知らなくて。でも、なんかアニメの人たちみんな俺って言うし、私って俺なんかなって思って、俺って言ってました。カネもあなたの仲間です。はい、恥ずかしがらないでください。うめうめ。カネちゃん、こんにちは。オブシューン、クソマロでしたね。俺と結婚してほしい。シューン、はい、クソマロでしたね。ポテチ食ったら奏でになれますか。シューン、クソマロがちょくちょく現れてますね。なんとも思ってないです。かなでちゃんって宇宙人ですか？違いますね。おいー、変なマシュマロが多いですね。かなでちゃん、こんばんは。韓国語がとてもできるって知ったんですが、私は韓国語勉強中です。かなでちゃんにぜひ教えてほしいです。わかりました。そんなあなたに日常生活でどういう状況でも使える万能の韓国語フレーズを今からお教えしたいと思います。いきますよ。저는오토노세카나데이커버송을매일100회들을것을약속합니다。意味は後で自分で調べてください。この言葉だけ知っておくと大体韓国人のみんなが歓迎してくれるし、生存できると思います。やっほー、海外に来たよ。お前元気だな。お前誰だよ。やっほー、お父さんカーデだよ。久しぶり。はじめましてだけどな。お前はクソマロだ。こんにちは、かなでちゃん。かなでちゃんを初めて会った時から、かなでちゃんの笑顔や、歌に惚れかけておりました。君の歌がとても好きです。名前のない怪物の歌ってみたを毎日聞いています。あなたが今後とも活動を伸び伸びとやっていくことを祈っております。すごく素敵なマシュマロですね。お前ら適当に読んでないぞ。読めねえんだこれ。ありがとうございます。応援ありがとう。うめうめ。ホロライブに入ろうと思ったきっかけを教えてください。いい質問だな。音楽がやりたくてホロライブに入ったんや。ホロライブに入る前にね、ちょっと音楽活動をしてたんだけどね、ちょっと限界を感じてしまったんや。ホロライブに入ったらのびのびと歌えるやろうって思って入ったんだ。それだけなんだ。まあ、正直に VTuber にめちゃめちゃ興味があったっていうのはすごいある。じゃなかったら入ろうとは思わん。ゲーム配信もしてみたかった。でも一番の理由はね、やっぱ歌かな。歌でご飯を食べていきたかったんや。ちゅうことでありがとな。うめうめ。ふむ、タンポポみたいなんよな。ふぅ、次あーしゅー、うるせえやつらが多いな。ニワトリですか、ひよこですか、かなででーす。しゅー、ダジャレを一つ、ゴキブリの
動きフレーム、これはうまいぞ。お前うまいけどな、これはクソ丸だ。チャラ、今日水を飲んでいたら途中でコールに変わりました。無料でコールが飲めるな、贅沢だと思いました。お前ちょっとおもろかったな。でもお前はクソ丸だ。変なクソ丸多いな。二次元の初恋は誰ですか？言いづらいなこれ。パパッと言うぞ、霧ヶ谷和人だ。お前ら騒ぐな、静かにしろ。これ最後に締めよっか。ダジャレ結構多かったんだけどよ、これがいっちゃんおもろかった。おお、日本の海に飛び込むぞジャパン。これはおもろくないか。お前はクソマロじゃなくてウメウメだ、ウメウメ。てなわけで今日は皆さんからもらったねマシュマロたちをいっぱい読みました。クソマロが多かったんですけれども、読んでてとても楽しかったです。